ギャルサーとは、ギャルたちが作っているサークルを短く省略した略語である。ギャルサーの中には、規律の厳しいサークルもある。例、後輩に対しても、敬語を使うサークル加入時に面接試験を実施すると、通称はギャルサーとなっているが、その中には、男女混合のサークルも実在する。 2004年には警察による暴走族の取り締まり強化が行われていたため、それによって行き場を失った元暴走族の男子がギャルサーに流れた。ギャルサーにはたまり場に集まって会話を楽しむ、和み系、クラブでパラパラやトランスを踊ることを活動の中心とする踊り系、イベントの企画、運営を行うイベント系の三種類がある。特に内部規律の 厳しい踊り系サークルでは資金作りのノルマを達成するために援助交際が行われることもある。ギャルサーに所属している人のことをサージンというギャルサーの運営にはインターネット上のサービスが使われることがある。ギャルサーのホームページは魔法のアイランドなどの携帯小説サイト上に作成されることが多く構成員の勧誘にソーシャルネットワーキングサービスの ミクシーが用いられることがある。2000年代初頭からギャル同士が組んだ会合が徐々に発展し、正式なサークル活動を溶かしていた。当初はギャル系雑誌で紹介された。2006年にはギャルサーをベースとしたテレビドラマギャルサーも放送された。ありがとうございます。